月面探査車の車輪を作ります。電動ドリルとホールソー、5000円の木工旋盤、ミニテーブルソーを使用します。皆さんこんにちは。秋の文化祭に向けて作品を作っています。作品は月面探査車です。今回はその探査車に使う車輪作りを紹介したいと思います。ところで皆さん、月面探査車の車輪ってどんな形をイメージしますか？私はこのようなお椀型をイメージします。昔こんな絵を見た気がします。ということで今回はお椀型の車輪を作っています。いつものことで設計図面を作らないので、イメージでこんな車輪を6個つけた探査車を考えています。それではまずホールソーで切り出すための6ミリの穴を6箇所開けていきます。ホールソーは以前コマを作った時に紹介したやり方で切り出します。このように切れ込みを入れておきます。こうすると後から木工旋盤での削り出しが楽になります。外側の切れ込みを入れていきます。ひっくり返して内側の切れ込みを入れます。それでは切り取っていきます。表裏両面から切り出しますが、重なりの境目が同じ場所になるように切り込む深さを養生テープで印をつけておきます。電動ドリルをこれだけ長く使い続けるとモーターが加熱してきます。普段使用しているのはマヒタの350ワット、ホールソーにはパワーがあって良いのですが、ちょっと休憩させて両備の160ワットに交代させます。続けて切りますが、やはり160ワットでは時間がかかります。両備の方が高機能の電動ドリルですが、使用目的が違います。両方のドリル同じ8倍速なので見比べてもらうと分かると思います。ひっくり返して裏面から切り取ります。6個切り出しました。ここまで映像が少し長くなったので、木工旋盤はサクサクと。真ん中の出っ張りを削り、内側を磨くためのジグを作り、内側を整えます。最後、タイヤに水を入れるためにこんなジグも用意しました。ミニテーブルソーを使って切り目を入れていきます。完成しました。皆さん、これがどんな月面探査車になるかって思いますよね。さて、
どんな探査車になるかお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。